い、こんにちは、しんてっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。先の動画でね、なりすまし被害についてのお話をしました。でね、皆さんね、これ見てる人はね、コメントを書くとコメントに出てくるアイコンをね、こうスクショされてね、なりすましされるんじゃないかとかね、コメントを書いたら、攻撃されるんじゃないかとか、心配されてる方もいらっしゃるかもしれません。全くそんなことありません。でね、例えばね、なりすましをしようとしたらね、コメント欄のものをスクショしようが何しようがどんなにしてでもできるんですよ。だからコメントを書いたからどうのこうのとかね、そういうことは全くありません。それと僕のあの動画はですね、怪しいと思ったら全部ブロックするので、ちょっとだけね、こう仮にそういう人が来てもちょっとだけ嫌な思いするかもしれませんが、基本的に次に来ることはありません。新しいアカウント作らない限り、これのいたちごっこなんですよ。それで一般のユーザーさんはね、何か言われることはまずないです。まず言われることはないですね。だから安心してね、ぽっちりいいねとね、コメントをいっぱい書いてください。でね、これなりすましをする方、あるいは、それに付随するアンチの方々がね、一番何を嫌がるか、一番嫌がることは何かっていうことを考えましょう。でそうするとね、何個かあって、一つはね、一番嫌なのは、もう一人のこうチャンネル主がライブ配信してますよね、あるいはライブ配信のアーカイブやってますよね。これを見ないことなんですよ。見ないことなんです。でところが、見ないと言いながらも何を話してるんだろうかすごく気になって、アーカイブとかね、ライブにね、ロム専用で見に行く方いらっしゃるんですけど、これはね、見ていいことは一つもありません。それで安心を買うとかね、そういうの合うかもしれませんけど、そんなこと全くないです。徐々にそういう人たちが減ってきてるので、もうここでね、一気にね、そういうチャンネルを見るのはやめましょう。アーカイブあるいはライブ配信、見ていいことは一つもありません。だからぜひね、僕のこのリスナーさんに言いたいのはね、一番嫌なのは自分のライブ配信に参加、あるいはアーカイブを見ないこと、これが一番辛いことなんですよ。だから逆に言うとね、ライブ配信にロム専用でも参加するとか、アーカイブを見るということは、向こうの応援をしてるっていうことになるんですね。だから一切ね、僕はね、もう3週間ぐらいかな、ライブ配信も見ないし、ましてや、アーカイブなんか絶対見ません。そこにね、幸福感とかね、達成感ってないんですよ。でね、人を貶める、あるいは悪口を言う、暴言を吐くっていうね、そういうチャンネルを見てもね、幸せ飛んでいきます。だからこれ見ないことが一番向こうにとって嫌なことなんですね。これ一つ目ね、相手のチャンネル、あるいはアーカイブ、ライブに見ないこと、見ないことが一番向こうが嫌がること。2番目、僕のチャンネルでリスナーさんが仲良くなって、こう視聴者が増えること、これは向こうは嫌がることです。とにかくね、リスナーさんを分散させて、アンチを増やそうとするのが向こうの手ですね。だからみんなが仲良くすることで、それはね、一番はね、ライブに参加すること、ロム専用でも参加することであるとか、あるいは動画にね、昨日お願いした通り、アップした動画にいいねをつけること、あるいはコメントを何でもいいから、おはようでもこんにちはでも何でもいい、コメントをとにかく入れること、いいねを絶対つけること、もう意地でもつけること、ってこれがね、向こうが嫌がることなんですよ。でね、僕はね、基本的にそのもうね、前お話した通りね、この動画でね、向こうの主をね、ディスったりなんかするつもりは全くないし、もうね、むしろね、どん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 みんなが冷めてきてね、こういうしょうもない争い事でね、僕最初はね、動画とかにコメント書くと向こうの餌食になるから、しばらくコメント控えてねっていうことをお願いしましたけど、もうその必要全くない。
僕も見ないし、向こうもね見なけりゃいいのに見に来るんですよ。でそれはね、あの24時間体制でライブを監視してるんです。監視して、で僕のなんかこうついていくことがないかなっていうことで必死になってるんですね。でその必死になって、あ見つけたと思ったら、その情報を、このチャンネル主、フザ、X チームに全部共有するんです。で共有してババーンとこやってくる。でもね僕ねあんまりっていうか全く気にしてない。でそれってね、僕ね冷静にやっぱ考えて、僕もねちょっとね感情的に先月あたりなってた時もあるんですけど、でもねあんまりね暴言吐いたり怒鳴ったりそういうことはしません。それはね人間性を疑われるから。でねこの年になってね、人間性ね、やっぱり口でね悪口言われるのはね、あ好きに言ったらって思うけども、そのねやってることとかね暴言を吐くことね、あこの人の人間性ってこうなんだ、あるいはこうだったんだと思われることがね、まあちょっとね辛いかなと。だからこう作られた人間性とかね、本性を見たとかね、まあ、好き勝手言ってますけどね、もう言いたい人はどうぞと、でもそちらのチャンネルで楽しんでくださいっていう、そういう感覚だから、そちらのチャンネルで楽しんでくださいっていうことで、そういうチャンネルにねロム専用とかアーカイブを見ることはもうやめましょう。とにかくね僕の動画にいいねをつけてコメントを入れて、みんなで一致団結して仲良くしましょう。これがね一番嫌なんです。でね、向こうのねあのリスナーさんはねもう限られてるんですよ。もともとの X チームとかフザのチーム除くとね、もうね10人いないんですね。でその10人いない人たちが毎回ライブ見て、でコメントをしてっていう、そういう感じですね。でねこの人たちはねもう行き場がないんです。でそのもう一人のチャンネル主に行ってるリスナーさん、もともとこっちにいてくださったリスナーさんはね、もう居場所がないんですね。だからもう二度とこっちに帰ることもできないし、でもう今の向こうのリスナーさんであるしかないんですよ。で頻繁に向こうのライブに参加をしてね、一致団結、10人ぐらいが一致団結する、怖いんですよ。みんな一人ぼっちになるのが怖い。で今こうなってね、周りからね、あの人そういう人だったんだ、いい人だと思ったのにっていう人がいっぱいいるでしょ。だからあの人たちはもう行くとこがないんですね、うん、だからある意味哀れでかわいそうだとは思うんですけど、もともとね僕のことを本性を見たっていう人いるんですけど、僕の方がね逆に本性を見てね、本性っていうかね、人間誰しも裏表はあると思います。だけどそれをね面と向かっていい年してね表に出すっていうのはね、ちょっとね、大人げないなと思うし、とにかくねそういった人たちを相手にするのはやめましょう。だから相手にするということは右往左往したりね、さっき言ったライブを見に行くとかアーカイブを向こうの見るとかね、そういうことをやめましょうということね。それと我々一致団結で仲良くしましょう。仲良くして、その仲良くしてる幸せを呼び込みましょう。向こうの YouTube にね幸せはありません。